実況パワフルゲームチャンネル。はい、皆さんこんにちは。今日からはですね、クライマックスステージ、ファーストステージですね、クライマックスシリーズのファーストステージ、西武ライオンズとの一戦お伝えをさせていただきたいと思います。相手の先発は菊池雄星ですね、ロッテの方は藤岡です。早速試合の方入っていきましょう。クライマックスシリーズ、皆さんご存知だと思うんですけども、上位3チームで、2位と3位がまず最初にファーストステージで戦います。その勝者が、優勝した1位のチームと対戦すると。で、1位のチームには1勝のアドバンテージが、与えられています。で、今回はですね、1位がソフトバンクで、2位がロッテ、3位がライオンズですので、まずは、ロッテとライオンズ。で、ファーストステージを戦います。先に2勝したチームが勝ちですね。ですので、今日は QVC マリンフィールドで、クライマックス戦っていくっていうのが今日の流れですね。さあ、先制して、よし、1点先制しましたね。よし、いいぞ。いいよ。そのまま。うん。7回の裏、2点リードですかね、の場面ですね。ノーアウトランナーなしで回ってきました。ピッチャーは菊池だな。まだイサラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回はサークルチェンジ、空を切りましたね。ワンストライク、この辺りからね、終盤ですからね、まあ1点の重みっていうのが出るのはこの回あたりからですよね。フォーク外れてワンボールワンストライク。さあ甘いストレート来い。サークルチェンジ、難しい球でしたね。ワンボールツーストライク、追い込まれています。うわー、最後もサークルチェンジ、出番はもうないか、あるかないけども、勝ちました。とても見どころが少ない、クライマックスシリーズの第一戦にはなってしまいましたけども、試合の方はね、勝ちました。まあ、勝つことが一番重要ですからね。クライマックスシリーズ第一戦、ファーストステージの第一戦はご覧の通り、2対0で勝っています。うん、いいぞ、いいですね。はー、ドラゴンズが勝ってますね。セントラルの方は、さあクライマックス第二戦ですね。ファーストステージの第2戦入っていきましょう。岸、西武の方は菊池と岸でぶつけてきたんですね。はい、いいでしょう。ロッテの方の先発はエース成瀬ですね。今日勝てば、セカンドステージ、ソフトバンクとの一戦に駒を進めることができます。もしね、負けるようなことがあれば第3戦にもつれますんで、いやー、どうなんでしょう。一試合でも多くプレイしたいっていう思いはあるんですが、第3戦にもつれるよりかはもう決めてしまいたい。なんとか今日この試合勝ちたいと思います。QVC マリンフィールドには大観衆が詰めかけています。マリーンズが、さあ試合の方始まっています。うわ、3点いきなり先制されて1点追加点、勘弁してくれ。どうなっちゃうの。うわ、これはホームランで同点の場面ですね。7回の裏、ワンアウトランナー3塁1塁です。3点ビハインド。うわー、スリーラン打ちたいなー。ここでスリーラン欲しい。ストレート待ちます。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。フォーク外れてワンボール、ね、ここは
ぜひ決めておきたい。おお、フォークですね。うわー、このカーブは打てないな。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、さあワンボールツーストライクです。うん、なんとか当てました。これはファウル。うわうわー、これは打てない、これは打てないよ。ツーアウトになっています。いやー、さすが岸。ツーアウトランナー一塁、3点ビハインドの場面、9回の裏です。ピッチャー大石に変わってますね。守護神ですね。確認しましょう。初めて対戦すると思います。ストレート149キロ、あとスライダーフォークにカーブですね。さあストレート狙っていきます。どうだ、強烈な当たり。うわー、打ち上げた。試合終了ですね。最後は内野フライ掴んで、ちょっと残念な結果に終わりましたね。3点差守りきり、試合終了です。残念ながら、さあクライマックスシリーズファーストステージは1勝1敗、第3戦にもつれ込むというシチュエーションになってきました。第3戦のピッチャー誰かな、今から気になってしょうがないですね。あ、ごめんなさい、ちょっと今飛ばしちゃいましたけど、ヤクルトが勝ってましたね。向こうのセントラルの方も1勝1敗で第3戦にもつれる感じですね。牧田、うわー、こいつもなかなかどうして戦いづらそうだな。ストレートは遅いんですけどね、変化球が豊富ですね。なんとか代打で登場する前にはリードしているという状況を作ってもらいたい、まあ、願うしかないですからね。もうこれはコンピューターに、下手したらここでシーズン終了ということもあり得るので、まあそれだけはね、ないように祈りつつ、出番が来ればしっかりと結果を残していきたいと思います。 QVC マリンフィールドには大観衆が詰めかけています。マリーンズが、さあ試合の方始まっています。1点先制してますね。いいですよ、追加点も上げていい流れできてますね。2点リードで第1打席ワンアウトランナーなしで回ってきました。さあ、牧田、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。ファール、ストレートだったと思います。今のそうですね、この起用に応えたい。これは高めのボール、弾き返した打球はセンターへ、センター正面、センターライナーですね。さあこのまま行って、このままこのままこのまま、ツーアウトランナー一塁、8回の裏ですね。回ってきました。さあピッチャーはまだ牧田が投げてますね。デッドボールのランナーが出ています。スライダー空振り、ワンストライクです。これは見逃せばボールという球。くわー、ショートが取る。今日もいいところなしですね。このまま攻めて勝ってくれ。勝ちました。よしよし、このクライマックスシリーズ、本当にね、いいところ一つもなかったんですけど、今日は見事な完封で白星を挙げました。千葉ロッテマリーンズが相手だ。とりあえずソフトバンクがまずね、セカンドステージ駒を進めることができたので良かったとしましょう。いや本当に良かった。ただ個人的にはかなりね、成績というか調子落ちてるので、なんとかね、ソフトバンク戦では活躍をしたいと思います。
はい、というわけで、今回はね、クライマックスシリーズファーストステージお届けをしました。なんとかセカンドステージにね駒を進めることができましたので、次回はソフトバンクとの、セカンドステージ戦っていきたいと思います。次回もぜひ応援していただければ嬉しいなと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。